えぐいのはやめてください。えぐいのは答えづらい。いや、なんかすごい来たらしくて、夜中にわざわざ LINE をしてくる。あ優しい音。こっち仕事だわって夜夕方はまだ仕事っていうか、髪切ったのかこれ。ブブブブ、うるせえ。あ、じゃあ、いい、大丈夫レッドウィングの、シャークソールつけてた。ああ、あれは普通にレッドウィングのお店でできるんですか？いや、レッドウィングのお店なんだけど、なんだろう、あれ正直レッドウィングのお店にシャークソール自体置いてない。取り寄せになっちゃう。あれ自体がもう取り寄せの率がすごく高い。あ、そうなんだ。でも探して探して、電話して靴交換してくれとか、あっちこっちに探して、一軒だけ ありますよサイズもって、そこ持ってったんで、まあ、靴のこうソール交換してくれとか大体取り扱ってか。あ、じゃあ普通の、ソロ交換とかしてくれる、そういうお直し系のお店で全然、そこ取り扱ってれば。あ、なるほどなるほど。別にそれどこでも食べていけると思う。なるほど、行かなくても。なるほど。じゃあもう一つ、オリジナルのコンバースを多く置いているおすすめのお店ありますか？年代とかは特に問わず。ああ、いっぱい置いてあるとこ知る。これもう2つ質問答えちゃっていいですか？もう1回1個だけ見たのが、高円寺でおすすめの古着屋さんありません？あ、はいはいはい、っていうのがあって、はい、高円寺のサファリっていうお店、はい、サファリ、そう、サファリってお店で4号店ぐらい、1号店、高円寺にある、高円寺だから4号店ぐらいは結構あって、そこの1号店が確かコンバースを一番品揃えが屈指だのね。まあ某原宿の有名店よりかもあるから、あ、もうよりかもあった。そうなんだ。まあ値段はちょっと、おおお、カツオ、あの、それサファリだろ。これサファリでしょ。サファリ結構、これサファリ、カツオが今履いてるコンバース、エイティーズ、エイティーズのオリジナルサファリ。だから高円寺のおすすめはまあサファリで、まあコンバース見たけどサファリ。やっぱゴリゴリのヴィンテージもサファリバーンから。そうで、あそこ委託が結構半端ない。委託っていうのはこう個人的にこう売ってくださいっつって出すやつで、あ、はい、値段がすごいから、高い時もあれば安い時もスラッとしてスラッとしてる。ほんと自分の行った時タイミングで、タイミングで本当に安くいいものが入ってたりとか、その人気分がメルカリに近い状態の古着屋みたいな。あ、なるほど。委託で出しちゃうみたいな。メルカリの実店舗感、実店舗感みたいな感じで。なんでだからコンバースいかついっすねそれ。あと、まあ、新しく、僕もエイティーズ。アンテナがつき動画でも黒はやっぱ高いっていう、黒は高いって話してましたもんね。僕どうしても黒欲しくて、もうあのあとすぐ買う。黒買おうと思ったんで、黒すぐ黒。めちゃめちゃ綺麗ですもんね。これ綺麗ですね。あと一番いいのはやっぱアテナがやっぱでかいのがいいかな。確かによくみんなに CT、 えやっぱりこの状態だと黒でこの状態だと CT って言うの。いや、意外とここもオールスターなんですよ。ああってなるほど、知ってる人かじゃない気づかみたいな。違う、厚もやっぱ左右でサイズ違いますね。全然大きさも違うし、多分2の幅も違う。右の方がすごい厚いんだよね、ATZ。 まだまだ厚い。厚い。あ、やっぱこれかな。もうパッと見でも、もう知ってる人はパッと見でも一撃で、もワンスターの、ワンスターサンダル。これはバンズの方なんで、バンズが当たる人間なので。バンズのローファー持ってるんですか？バンズのローファーは、あのあれやばいやつですよね。やばいやつです。そんな買えないっす。僕初めて知ったんですよ、バンズのローファーが存在するっていう。コイン、あのあれですよね、コンバースの星がない版みたいな、星がない版みたいなやつのバンズ版みたいな。一回ヤフオクでデッド出て8万ぐらいで星が落ちてたのかな。すぐ壊れちゃうの。で、90あれはやばい、コンバースのワンスターのローファーと。なんだそれ、90年代のローファー高い。ワンスターローファーはあれですもんね、日本で販売したのに日本でこけて、あ、全然人気なくて、全然人気なくて、あ、本当。それで生産短くなっちゃって、で、今持ち上がっちゃったみたいな。スニーカーなのにローファー、まあ、パッと見もローファーだけど裏は全部ロールスター。あれはやばい。1回だけ履いたこと。履き心地はどう？なんかクッションが違う。あと最後の質問なんですけど、将軍ってあの家にいっぱいハンガーあるけど、どこのハンガーなんですか？あ、ドンキーです。あの T シャツなんか折りたたんでしまわない方がいいみたいな。あの質問、これしまい方みたいな、折っていいんですかみたいなのがあった気がする。プリントが割れちゃうってことでしょ。そう、プリント割れませんかっていう前にプリントがくっつく、あバリバリバリってなって全部剥がれちゃうから、まあ折ってしまってもいいんだけど、ハンガーにかけて、あと着たい時に広げたらシワになってる。うん、あれがもう嫌で、立って出してすぐ来たい。なるほど。いや、色んとかめんどくせえと思ったら全部ハンガーにかけた方が、まあね、確かに結構ハンガーで肩とか肩
肩ついちゃったりとかしないですか？肩はね、濡れてなければ、あ、完璧に乾かしてる、そんなにつかない。で、ついたとしてもちょっと水つけて引っ張れます。あ、なるほど。もうそこはもう、もう男だから、さあみたいな、ガッシュシュッガッ大丈夫大丈夫みたいな。なるほどなるほど。できますね。アクセはヴィンテージはナバホ。ナバホ、ナバホだ。もともとゴロズ好きだったけど、ゴロズはね、やめた、うん、ゴロズはもうクソ持つって言われた全部ナバホに変えたね。これとこれ、これすごいよ、この中ってやつでしょ。そう、これ買ったやつ。これフォーティーズマジかな、ナバホ。これどっかで見せてもらった。さあ、第二次大戦。第二次大戦、こいつだよ。え、あ、ナチスドイツ。ナチスドイツはこの逆万字っていうのやってる。あ、逆になってる。これが逆になってるのが逆万字って言って、それまでしか作ってないナバホ。アメリカから敵だから、そう、敵だから40年代までナバホの。すげえ。で、フォーエルって言われて、意味はすごいいい意味だ。ラブ、フォーエルってライフ、あ、ライブ、リーブとかあるよね。あ、あれはラッキーだ。ラッキーだ。そう、あれ全部調べればすぐ出ていく。これ、これも1万円ぐらいかな。あ、安いっすね。めちゃくちゃ安くて。あと、ティファニーつけてる。これ全部ティファニー。あ、ティファニーなんすか。これティファニー。で、あって、これあって、あって。これエルメス。アクセは、ちょっとラグジュアリーっていうか、現行に近いようなラグジュアリープラス、ナバホみたいな。なるほど。もうかける。いや、でもこのネックレスは、あの前の将軍の部屋行った時の動画編集しながら、いいのと思いながらずっとエルメスの2002年なんで、一応古い。あ、2002年、2002年なの。そう、2002年のカデナリングって言ってる、年ごとにこう出てるって。あ、2002年が手を使う職業だから、手のモチーフをしてる。それもそれで意味、そういう意味で買って、オレンジ、エルメスって言ったらオレンジ、あ、いいっていうのでつけて、これ結構アクセントだな。なりますよね、エルメスオレンジって。で、結構知らない人多くて、それどこのって聞かれた時にやらしく、エルメス言うだけのためだ。ヴィンテージエルメスってすごい。時計をほら、あの、アップルウォッチ、アップルウォッチ持ってるでしょ。90年代のアップルウォッチカシオの、カシオのデータバンクっていう、なんか今でいう本当に電卓ついたの、画期的らしくて、90年代、うん、どこ、画期的でしょ、現代の。まあ、画期的っすね。もうみんなこれつけてから、じゃああえて俺90年代のアップルウォッチカシオのデータバンク。へえ。アクセはそんなもんかな。そんなにね、そんなにね、俺ガチャガチャし始めたぐらいだよね。夏ぐらいだよね、ガチャガチャして。うん、夏ぐらいだね。で、冬になると一気にね、指輪だけになるとか。だってほら、スウェットとかリブとかでかいからね。俺もそれ嫌なんだよね。だってネックレスもう1個チェーンみたいなの欲しいな。あ、しまな、この中古着屋で買ったんだけど、ブランドが分かんない。あ、質問でも来てたもんね、どこですかって。いや、分かんないんだよなーって言って。メゴネだってヴィンテージなんでしょ。いや、これあれ、これ白山。白山。あの、レンズ入ってる、色入ってる方はヴィンテージのやつを買ってレンズ入れた。おー、一応ヴィンテージのやつ。これはもう一応秘密しちゃうから。これはやばいよ。ちょっとグリーンっぽい感じなんですか。これレンズ入れたんでしょ。レンズ入れたやつだと思う、多分。これ、レスカっていうフランスのヴィンテージ。レスカ。形、クラウンファンディングって王冠の形してるのって言われて、フランスヴィンテージ特徴だよ。え、かっこいいですね。今日 朝というか、ここ店舗来て会った時もレスカオリジナルです。やべえのかけするな。8ミリです。8ミリですか。これあれ、ポンじゃないです。もう向こうで当時作ったフレーム、ポンで。ポンだと今これのヴィンテージ全部、はいはい、部品だけがヴィンテージで、はいはいはい、現行に部品つけて作り直しをしてるんですか。はいはい、あの今売ってるやつですよ、今売ってるやつ。これは一応向こうの、俺もね、あんま詳しく言えないんですけど、向こうのディーラー知ってんの、これ下ろせる人、その人たちから買ってるから、もう本当に向こうの人たち。へぇー、何市場一番作りがいい時代ですか。熟成が。これの透明なピンク持ってますよ、クリアピンク。へぇー、これが一番高い、10万個です。へぇー。で、これで多分今8万ぐらいじゃない。へぇー、そんなすんじゃん。原宿の某古着屋は8万で出してる、オリジナル。あ、3本一気に入って。あとパートのピンクがマジで高いんですよ、あのピンクのクリア。あのな、ピンクのクリアっていうのが 50s 60s のなんか素材は、それはあれなの、ホッコリ系なの。セルロイド、セルロイドですよ。でクリアのやつ出てきた、その当時の代表的な色なんだよ、クリアのピンクって。へえ、探すと出てくる。シーズンカラーっぽい感じ、年代。よう分かんない、クリアのピンクって何。いや、でもすごいよ、やっぱあって。へえ、もうバーってあるんだけど、ピンククリアもあるし、ベージュっぽいクリアもあるし。代表的なのがクリアピンク。いや、その代表的っていうか、すごい希少価値が高いのが。色変わっちゃうのか。あ、いや、色変わんないんじゃないかな。変わんない、ちょっとずつ数が少ない。
でもジョニー・デップかけたから黒とデミアン、あのデミが値段上がって、クリアはジェームズ・ディーンが上がってるんで、ブラッド・ピットがツートーンとか、みんな役者さんかけてるんで、そう、それで付加価値がまたどんどん上がってるんじゃない。でも、もう1個上がったのがマルコム・ X かけてたの。あ、あれは、僕はしてあげちゃう。やっぱそうですよね、あれ絶対買うんですよね。マルコム・ X って知らないでしょ。アメリカン・ティカルのシックスティーン、うちのアイブローっていう、こういうブローがなってるやつかけてる。なんか昔の芸能人っていうか、そう有名な人とか、今現代でも見ると意外と眼鏡いいのつけてんだなって。あ、いいのつけてるの。ジョニー・デップなんてゴリゴリなの。で、なんかあのライターさんが、そのジョニー・デップがタートをかけてるのをモスコットって紹介したせいで、モスコットがバーンっていきました。でも本当はモスコットかけてなかった。タートかけてなかった。形がすごくこう酷似してるから。あれは本当ですもんね。ディアの影響力すごい。人とかね、ちゃんとね、良さを教えてもらわないと困りますよ。聞いてる方がすると勉強させられてるもの。銀行の覚えた、ネオンさん。ネオンまあ質問そこらですよ。そうですね、とりあえず多分またこの動画上がってぐらいでまたたまってくると思うんで、あの適当にあの LINE し、こっちに言えば、あ、LINE してくるんだ。 OK です。全部これとこれ職人来ててまたコメントお待ちしております。お願いします。ちなみに活躍はこのカッパ買います。おいよ。古着屋に来て一番最初に見るアイテムとかなんか、まあ北順で言うと T シャツ類が見た後に自分はミリタリー。あー、でミリタリーからアウトドア。あー、なるほどなるほどなるほど。基本的に好きなものによってやっぱ違う。デニムで好きでしょ、最初デニム行って。ああ、カツオとよく一緒に買い物行くときは、カツオはもうめちゃめちゃ、もうどのショップ行ってもとりあえず靴のとこ行くみたいなイメージが。靴はあるんで一番いい。なんかよくわかんない、古着屋行って僕見て、ここいい古着屋だなと思うの、 T シャツ。まず、あ、 T シャツいいの入れてるところは大体いい。 T シャツ入れてるところ、 T シャツって一番そんなにこう値段が高くないけど、しっかりいいのバンバン入れてるみたいな。あ、いいの極めの、ちゃんとアメリカ買い付けしてるんだなって。あ、そこで分かった。あ、いい T シャツ、いい T シャツみたいな。あと、ゴリゴリのヴィンテージ置いてる古着屋さんって結構普通っていうか、もうリーバイスの対戦のファブリックスぐらい置いてあるのは、まあ普通っていう感じで、うん、まあ注目するの好き。 T シャツ、いいシャツ、 T シャツ、宮北川君も見て。なるほど。え、群馬のどこ行っても置いてある。あ、はい、まあ確かにある。一応区画はありますね。イメージとして古着屋どこ行く。アウトドア、はいはい、群馬の、デニム、それの3本柱で多分で、今どっちかってこう好きでしょ。コロンビア、はいはいはい、これコロンビアのフィッシングベストじゃなくてコロンビアのパンティングジャケットがベスト。これかなり珍しい。フィッシングベスト来たでしょ。はい、でフィッシングベスト持ってるじゃん。はい、あの、ね、あのベージュの。そう、みんな持ってるから、あ、やめようと思ってハンティングベスト。え、何ここにたまに。やばー、やばいっすね。超でチャックもあるしみたいな。しかもこれ超コンタクトだから多分90。え、後ろはまたフィッシングみたいに。あ、これ獲物入れるからちゃんと獲物を。これ後ろとかだ。鹿を鹿を鹿を顔だけ出してる。鹿のハンティングベスト、コロンビアのハンティングベストって珍しいっすね。コロンビアのハンティングは珍しいっすね。あ、コロンビア、コロンビアだ。フィッシングだね。フィッシングしかないでしょ。コロンビアのハンティングからね、ちゃんと出るよ。鹿ね、鹿だ。鹿ね、今から取りに行く。大宮公園に。大宮公園だったら戸田がいいな。戸田戸田公園がいい。やっぱ、ヴィンテージ好きでしょ。ナジャ、ナバホ。ヴィンテージ行ってたらナバホ。知り合いに、上の方にナバホ結構売ってるお店があるみたいな聞いたことあって、通ってる友達は言いましたね。ナバホが強いと思ってますか。なんかナバホってあっちこっちあります。サファリの3号店もいいのありますよ。ありますよ、ありますよ。やっぱサファリはいいらしい。サファリはサファリ楽しいって、あの見るだけで楽しい。いろんなね、分野に分かれてる。ラルフローレンがすごいところ。あ、4店舗あるから、そこでいろいろ。ここはラルフローレン、ここはヴィンテージ、ここはアメカジ。で、もう一個が山系、さ、スポーツ系。あ、ここが超大好き。うん、もうなんか3店舗があって、もう一個最後にある店舗が私健康のユーズド CT とか。そう、 CT とか、あの普通のなんかネオンサインとかだってるんでしょ。ブランドフレームとか WX とかも置いてありますよ。置いてます。前なんか油断してこうロハーマンかななんて分かってきたらWX やっぱそこ守ってるんですよ。どこ行ってもゴリゴリなのが多い。確かに。しかもサファリのラルフローレンのところはゴリゴリのなんかバー置いてるし、ね、ここに置いてるけど本店もあるよね。
高円寺に行ったらサファリ、サファリ行って、で大宮来たらホワイトヘッド行って、でまたこの前の動画でもありましたけど原宿行ったらワッツアップ行ってっていう話で、ワッツアップも近くに行くの、あっちかっち、まあ原宿はもう毎週行く、もうこの後行く、この後ワッツ行く、俺モデルやってるからさワッツあ、そうですよ、インスタ、インスタ、あ、インスタ、そうワッツのインスタ 見ると俺があれ俺がしない格好だねーと思いながら短パンとか入ってるしね、短パンとか入ってるし気持ち悪い俺やだっつってんじゃん、博士のやだっつってんじゃん、いいよいいよ、リカちゃん人形みたいなもんだすぐ博士もしよかったら動画でこれ売りますみたいな感じで、あこっちのアカウントで販売みたいな感じも、あいいよ、出してあげるよ、パリケージ、うん、出してあげるよ、多分相当視聴者の人も喜んでくれると思いますよ、本当にちゃんと選択して、選択して、あのちょっとスチームドライヤーかけてそう発送します、ね、着払いで着払いで元払いで俺払っちゃうから今ちょっと考えちゃった、こんなでけえダンボールだよね、こんなちっちゃく畳んでる、 T シャツとかも別に何枚か出しても、こいつお前にこの間あげてんじゃん、マクレリ、普通に T シャツあげちゃうから、あ、マクレリそう、マクレリ、あ、俺が買っていいないいよっつって、いやでも俺はパラブーツのアザラシをいずれの日か、俺がおじさんになってもいいから、いずれの日か受け継いでもらえることを夢見てマジで違ってるアザラシ、アザラシ多分俺と一緒なんだよ、多分 42? あ、42いける、42履ける、ぴったり42、俺43だもんね、ちょうどでかい、ちょっとでかい、ちょうどでかくれた、逆にでかいのがない、ちっちゃいのしかない、39とか38とか、そうだから俺もうめっちゃ見つけて探しちゃってつけた、やばいっすよね、じゃあいいよエルメス買ったのやる、おーまずエルメス探さないと、エルメス探さないと、いやそれをずっと待ちながら俺はもうそれに合わせてちょっとコーディネートを、いやこれどうでもいいよこういうの、もう兄弟でコンバされて気持ち悪いんですよ、同じ ATG しか仲の良さがね、形全く違うの、だったらもうただの色違い入ってる兄弟ですからね色違いしてる、こんなもんもう俺より長いから、ね、買い物しなくてもうガチで買い物しそうそう動画もつなぐ、まあ何個か多分動画分けて出してると思うんですけど、そうだね、まあ実際に将軍これからはもうガチ買い物をして原宿のワッツに向かう、ワッツに向かうそうなので、はい、この辺で終わりにしたいと思います、思います、はい、一番パイセンをして、まあ、このお客様も接客をしているのでということで、ブーマズでした、よかったら高評価と、あ、ショーもぜひ高評価とチャンネル登録の方お願いいたしますということで、ブーマズでした、アディオス、アディオス